どうもこんばんは、バカバカ店長のともみです、前回に続いてね、素敵なゲストをお招きしての一周年記念をやっておりますけど、盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。今度はこの2月ぐらいからね、やっぱり新コロナひどくなったじゃないですか、栃木もね。まあ栃木まだ恵まれてるかもしんないけども、やっぱ活動とか皆さんできなかったと思うんですね。だそういう中でどういうことをしてきたのかなっていうのをね、今のこのこういうご時世だからこういうふうなことをしてきたんだよなんていうのをね、あれば伺っていきたいななんて思うんですけども、じゃあトメさんはちょっとオチに疲れて、オチ、じゃあオチからですか。あ、じゃあ、神社はですね、まあ、ライブができないわけじゃないですか、はい、全部ね、予定入ってたやつも全部キャンセルになっちゃったんで、配信ライブ中心にやってましたよね、で、本当いろいろこう模索しながらですけど、まあ、それこそ YouTube の配信だったりとか、あとはツイキャス、まあ、プレミアム配信、でチケットを購入してとか、あとはね、その辺さ、ちょっと聞きたかったんだけど、見るのってどうやったらいいの？ツイキャスとか結構めんどくさそうじゃない？ツイキャスのチケットを買うってことですか？その辺の仕組みが知らない人って何もわかんないわけ。だから見る気になんないっていう人多いと思うんだね。それは確かにいろんな人に言われました。まあ、自分も含めてですけど、自分もツイキャスってあんま馴染みなかったんですけど、一般的にはツイキャスの方が馴染みあるみたいです。一般っていうのはどの辺が一般？まあ、アーティストの一般、アーティストの一般、市民的なアーティストの一般もそうですし、あとやっぱり20代とか10代は多分ツイキャスの方がスタンダードですね、おそらく。自分なんかも全然知らない世界でしょ。自分は YouTube でそのペイペイ投げ銭っていう形で、形を取って投げ銭ってやってましたけど、ツイキャスだったら結構簡単にこう投げ銭みたいなできるんですよね。やったことある？エリンギちゃんとかは？ないですね。やり方は知ってる？はい、こっち側。ジョイさんは？ちょっと見てたことあります。見る側のチケットを買ってってこと？ああ、それもやったことあります。ああ、やっぱ。僕なんかね、ジョイさんのチケットを買うときに、配信とライブってあって、ずっとライブの方をやったはずなのに、配信のみになっちゃって、結構電話しましたもん。ああ、そういうおじさんいるよね。おじさんってお兄さんにしてくれたから。おじさん。いや違う違う。今日一番の笑い言ってないよ。今日の笑い取らないでください。でまあ、すっごい簡単に言うと、まあ、無料と有料があるんですよ。ありますよね。そう、で、ツイキャスは自分の方は有料でやってるんですけど、そう、その有料のチケットは払い方がいろいろあって、まあ、コンビニ払いとか、またクレジット払いとかもできるんですけど、まあ、ツイキャス自体は、まあ、登録っていうかそのダウンロード、アプリをインストールしておくとか、見れて、自分はそう、ジョイさんの自分のライブね、チケット買った時も、コンビニ払いしました。コンビニ払いができるとまだちょっと資金が低いかなっていう、ね、そうそうそう、クレジットとかさ、なんかネット上で管理すると怖いですよね。おっかないなっていうか、よく分かんないうちによく分かんないことになったりやだな、じゃあやめとこう、我慢しようかなとかなっちゃうところが ね。ただそのライブができない状況の中で、まあ、自分もね、いろいろこう変わっていかなくちゃいけないのかなと思いながら、その変化に追いつけずに、なんとかその周りにこう背中を押されながらやってる感じですけど、まあ新しい形になったのかなって感じしますよね、配信ライブ。だからもうライブの本数自体はそれこそ減りましたけど、もうほんと一桁ぐらいしかやってないですけど、まあそれでも一回一回のライブに対する気持ちっていうのはちょっと変わりましたよね。あとはお客さんに盛り上げてもらうってことも今まではできたけど、配信ライブだとそのお客さんがいないんで、いない状態でやるから、その自分の気持ちの持っていき方とか、自分のテンションの上げ方っていうのは自分じゃないと決められない。もうちょっと具体的に言うと、どういうふうに上げてるの、そういう時に。どういうふうに上げるっていうとあれですけど、まあ、これはすごいアーティストあるあるなのかな。自分は結構歌う時って目つぶるんですけど、横浜アリーナとかがある感じで歌ってますよ。気分はもう気分は荒らしてる感じ。いや、エリナさんもそういうタイプです。そうでしょ。そういう時もありますね。エリナさんの手がこう遠くに行く。そうそうそう、本当にもうライブハウスでお客さん来てくださいっていう状態でお客さんがゼロだと悲しいですよ。だからね、配信ライブだったら妄想勝手ですから、はいはいはい、10万人が視聴してると思えば、そう、気分はジャスティン・ビーバーですけど。はい、というわけで私は配信ライブ、今年はまずそういう活動をしようと思いますね。
で配信ライブもまた年末に控えてますんで、うんうんうん、そこでちょっとね今年1年のこう自分の中の結果発表というか、うん、一つの答えを出して、おお、かっこいいですね。じゃあアナザーリリーさんいこうか。アナザーリリーさんは2月のこの最後に佐野でライブして以来、うん、今の今まで全く活動してない。全く活動してないですね。練習もしてない。あららら、それ寂しい。寂しいです。本当に寂しそうな顔するね。もうなかなか、うん、みんな忙しいし、連絡取るのにも今でいいのかなとかそういうの考えながら、あ僕もやっぱ何もないとなかなかできないですね。あ、それはあるよね。え、やっぱジョイさんも体験派なんですか？私は頭の中ファンタジーなんで。私は体験とかじゃないですね。でも、まあ、その2月佐野の文化会館に行った時、本当すっげえなーと思ったの。新曲3曲やりましてね、新曲。あ、パカパカさん新しく聴いていただいたのそのぐらい、うん、いやーなんかスケールがでかくなったな。そのオーカランバンもそうだし、オールドフォレストとかもそうだし、おみたいな、おお、ね、会場盛り上がってるみたいなさ。なんかやりたいことがこう、私パソコンで曲作ってるんで、こうやりたいことがそっちの技術上がって、うんうんうん、こう表現できるようになったのかなって感じ。まあでもそれがね、現代流っていえば現代流だし、でやっぱ曲なかなか DTM って難しい、パソコンで曲作るの難しいんで、うん、私さっきも言ったように頭の中もうファンタジーで、なんかスケールが大きいものばっかりなんかこう描いちゃってて、うん、妖精だったり何だったり、うん、普通の日常に出てこないような曲を作るのに、そうですね、DTM の技術が上がっていくと、やっぱちょっとスケールも思い描いてたことができるようになったかな。お、まあ、それは俺キャッチしてるのか、本当に正確にキャッチしてるか勝手にキャッチしてるか分かんないけど、それを感じるんで、来月か今月末になると思うんだけど、あそこを撮るときはオールドフォレストを使うっても決めれるんですよ。だからそういう風になんか描きやすい感じになったのかなっていう。豪華ランマもそう、和のテイストでね、綺麗に作られてるし、うん、次のライブ楽しみだと思ったらシンプルだな。そうですね、すでにダメになったんで、ね、そうですね。でそこからなんか一人でもやろうかなって思ってたやつも全部ダメになっちゃったんで、うんうん、その後は、え、でもこの前一人でライブは、あ、やっとですね、うん、もうその、まあ、個人的にはその2月以来は久しぶり、やる気も全然起きなくて、あるよね、気持ちが沈んじゃうっていうかね、どうしても本当にまずかったんですよ、何もやる気起きない。いやだからそういう時は駆け込みで出らっけ。なんかありましたね。あったな、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 え、じゃあ B 型大型ローンも行くから。いやー、まだ怖くて注射してないんですけど、うんうんうん、あのコロナの話で大丈夫ですか？大丈夫ですよ。コロナの中は活動前にいちゃんはだって YouTube とかも結構上げてたじゃん。あ、私はエレクトーンひたすら弾きまくってましたね。うん、そう、いや上手なの、上手って当たり前なのよ。いやいや、そんなことはないですけど、自己満で、はい、レディーレディチャンネルの URL 貼ってもらったの。もちろん大丈夫です。いや、貼っちゃうよ。おすすめの一曲だって。ちょっと待って、鬼滅も良かったよね。おすすめ、結構見てますね。あ、思い出せない。俺シティハンターがよかった。シティハンター、あー、ゲートワイルド、ね、本当にそうですね。ジョイ的おすすめは、なんか
なんか脳みたいな曲、あれすごかったね。あれはちょっとな本領発揮な感じ。いやでも弾きながらはこの曲絶対ジョイさん好きだなって思いながら確かにね。じゃあ案の定絡みかね今。案の定です。よしと思って。仲いいね。動画のリンクはこれで。いやあのちゃんと止まんないと入りづらいで。やばい持ってかれた。でもちょっと活動しようよ。あんなに俺大好きだし。いやしたいけど、なんか本当にもうこの間のライブ私も見に行ったんですけど、うん、本当に感動して、なんかすいませんなんかごめんなさいと本当にすごくあの、まあ、泣きましたね正直言うと、うん、本当になんかもういろいろな思いがジョイさんから伝わって、うん、曲もいいし、うん、なんて言ったって一番好きな、あ、いいですか、なんか一番好きなのは、うん、あの青に響いての、うん、最初の一応題名は Into a Dream っていう曲ですね。 S、いいですか、 S ね、バンドのタタタタンタタ、本当にすごい好きです。あのぜひ聴いてください。え、どうやって聴いたの？どうやって聴いたんですか？チャンネルの方が、私のツイッターとインスタグラムにその曲載ってます。あの興味ある人はもうぜひリンクは概要欄の方に貼っておきますのでご覧ください。はい、じゃあ、はい、モノフルドーンさんいきますか。おー、あの別の方がいい。え、リナさんとトミさん分けます？なんかコロナ関係なくない？食いついてくるし、ちょっとモノフルトーンとして、ちょっとバイオ芸人からコロナ関係なくソーシャルディスタンスなんだ絶対におい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 してたそれ考えてたちょっとえ、モノフルトーンとしての活動はじゃあではやってなかったです。そう半年ぶりぐらいに練習して、この前、ディーネさんでライブしてきた。危ないですよね、コロナ。音信不通になっちゃうぐらいの逆にそれを理由にできるからよかったじゃないですか。おう、そうだよ、皆さんでしょ。あ、そうそう、ね笑うことしかできない。ちゃんとフォローしないと、本当に仲の悪いとかっちゃう。そんなことないですよって言われると、そんなことないですよ。買ったことない。じゃあ個人で、ね、どうなったの？そうですね、私はあの他にバンド2つやってるので、あの例えばあのと私の関係についてっていうのがシティポップとかファンクバンドなんですけど、あともう1つが買い出しのセッションバンドってセッションバンドで、バンドの方 もうずっとできなくて、まあ、ようやく2ヶ月前ぐらいから練習を始めて、ライブを昨日やって。あ、昨日やったんですか？はい、宇都宮で、ビッグサイトでできました。はっ、すごいですよね。はっ、え、ビッグサイトって栃木にある？東京です。東京ビッグサイトですか？はい。じゃあ展示会でしか行ったことないな。本当ですよね。ちょっと距離が、俺も行きましょう。すごいですよね。ビッグサイト行っちゃった。どうでした？すごい、なんか想像してたよりもいい場所で、なんかこう吹き抜け5階ぐらいまで会場が吹き抜けになっているところで、結構椅子もちゃんと用意してあって、お客さんもなんか知らないのに絶対座って聞いてくれて、良かったです。もう快感でした？そうですね、あのやっぱり自分の成長にもなったというか、ステージングちゃんとしなきゃいけないし、広い場所だし、知らない人に対して、自分に来てくれた人じゃなくて知らない人にこう伝えるっていうところで、すごくなんか考えさせられましたね。おーおーおー、じゃあその考えが半年後にまた肉となって表現力に現れてくるんですかね。そうだといいですね。ね、いや、エリナさんって会うたんびにこう綺麗になっていくし、すげえなーって。あの綺麗っていうのは表現力が綺麗っていう。でこの振りでトミさん何話すの？まずモノフルを捨てられた僕としては、捨てられたんだよ。捨ててはいないです。僕はあのアニメーターになりました。は？
ライブとか音楽活動頑張ってる中、トメさんは僕はひたすら絵を描いてました、ね、漫画家だったの。そうっすよ、まあ自称ですけど。その前に、うん、コロナのまあ関係なく僕はあのゴールデンウィークあたりで渥美ちゃんの「死闘、うんうん、を取って」曲を、うん、あれもカタログプロジェクトだからね、第4弾、うん、第4弾の第4弾で撮った、1234が渥美ちゃんです。ああ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 渥美ちゃんなんで、そうか、4番目が渥美ちゃんだった。そうで、そのそこで死闘とっていうコンセプトもできたんで、それをひたすらゴールデンウィーク中にね、さっき言った DTM、うん、ずっとこうやって、ね、ピアノ弾けないんで和音もこうやってやってこうやって、でその後にアニメーターに転身してジンジャーのね、あて、なん正式名称すすめニュージンジャーで、あ、すすめニュージンジャーです。 あれは CD になるの？あれはどうしましたね。要望があるわけですけど。完成度高いよね。もう一応ちゃんと作ってるんで。ライブでもやってるじゃん。あれギターね、ギターと歌だったのをそれも昭和戦隊もの風にしてアレンジをして、うん、そっからなぜか映像をつけたくなっちゃって、うん、それずっと絵を描いてましたね。え、絵心あんの？ないんですね。絵心はそんなないんです。なんで笑うの？まあ絵はうちらは知ってるからね。まあどういうこと？いや、いい、ちょっと、ええええ、りみちゃんも絡んでるの、そのプロジェクトに。私も登場してるもんね。だからその一応ですね、ジンジャー、エリンにおまけのトメっていう、これが一応戦隊として。青レンジャー、ピンクレンジャー、モレンジャー、キレンジャー、みんなピンク、あ、キキちゃん、まあそうですけど、立場でもみんなピンクなんですよ。なぜかというと、うん、そうなんです、ニュージンジャーなんで。ニュージンジャー、なるほど。助けちゃうみたいな。ん？助けちゃう。あ、ツイッター見てないね、社長の。あ、そうそうそう、あの時救われたみたいな。まあ、とにかくでも今アニメ作って、なぜか今8コマ漫画を描いてるんですよ今、うん、そう、どんどん展開してって、もうギター持つ暇ないっていう、うん、ギターからペン、ペンに持ち替えたんですよ。そうね、じゃあ、エリザさんの活動範囲、今度広がるね。逆に。そうですか。そんなことないですよ。多分ギターも弾きますけど。で、ここの2人、ジンジャーユニットに無理やり入って、うん、3人組になろうとしてるんですけど。今3人組で、ライブも計画しちゃった。あ、じゃあみんな結構、それなりにプロジェクト動いてるっていうか、音楽っていうか、まあそれ自体はやれてるかもしれないですね、うん、他の人に比べたらね、うん、やれてる方かもしれないですね。うちらもね、やっぱシンコラに負けない、さっきの話じゃないけどね、栃木よいとこうっていう形にしてこう頑張ってはね、来たけど、みんなの特に俺、やっぱ昨日ね、ツイッターでジョイさんともちょっとやり取りしたけど、やっぱみんなの行動が励みになって頑張れてるって、でかくてみんなすごいんで、負けらんねえっていう思いはありますよ、実際。まあ、追いつけようとするじゃないですけどね。そうそう、切磋琢磨ってやつですね。もうちょっとだけ、みんなの行動で一緒に思ってるんですが、エリアさんが、うちでいろいろ曲やったじゃないですか。それ、あれもなんかいいなと思って。はぁ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 。そう。一番印象に残ってるのは、なんだっけ、エリアちゃんと話してるね。会いたいわ。すごい、そう、あれがすごい印象に残ってて、そうそうそう、めちゃめちゃいいなと思って、うん、あとあのステイホームの歌がすごい、うん、あ、そう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 そ貼ってくれますか？いや、もちろん貼りますよ。じゃあこのお腹のところにこう貼ってもらおうか。じゃあね、もう残り時間まもなくになってきて、今日の最後はジョイさんに締めてもらおうと思うんですけど、何を言うんですか？次のパートは、私たちのライブになる予定なので、ぜひ次も見てください。イエーイ。それでは、じゃあ最高でお願いします。はい、パカパカチャンネル。